はい、どうも。初、オパーバと申します。続きやっていきます。ね、デールさんとの信頼関係が、まだまだないんですよね。なので、お話をね、進めていこうと思います。ちょうど来ました。じゃあ、ニキ、ポンプ場を探索してるのを見かけたぞ。うん、あそこには、いくつか石油ポンプがあるんだ。ああ、そうなんだ。ここにもっと電気を供給できるような大きな発電機を作れないものか考えていたんだが、動かすには大量の石油が必要になるかもしれないんだ。ああ、石油を買わなくても良くなるのかな。石油を必要としないものを作れない？私、あの石油ポンプが、この工場が破壊した原因じゃないかと思うんだ。石油を必要としない？でも、石油を使えば簡単なのに、なぜ使わないんだ？環境についてはどうなの？俺たちについてはどうなんだ？仕事もなく、ホームレス同然の俺たちが環境のことを気にかけるのか？他に何か思いつくことはない？再生可能エネルギーは常に存在しているがな。風力とか太陽光とか。それだよ、それは素晴らしいアイデアだよ。ああ。そっかそっか、電気。やっぱりヒッピーにされちまったな。だが作り方に関するマニュアルや情報が必要だ。ソーラーエネルギーのマニュアルを入手できるか？任せと。これはもう学べるってことなのかな？本を手に入れ、なの？本は手に入れてないけど、学べるようになったのかな？なんだろうね。まだだったのが、一箇所、なんだった。あれ？あれ？嘘？え？嘘？並べ？ここがね、開いてないんだよね。あれ？木の循環？もう一回話しかけてみる？どう？ソーラーエネルギーに関するものが見つからなかったら石油を使えばいいんだろう。どう思う？ソーラーに関する情報を探すからちょっと待ってて。ここに来て本なんですか？本を探さなきゃいけないの？探してきましょう。デールと会ったのは、不毛の地だから、不毛の地のどこかにまだあるのか。いやー、結構回ったつもりでいたけどね。探したから、他の場所だよね。ここも一つ一つ見たんだけどね。一つ本はここに落ちてたんだよ。でもなかったのかね。太陽光発電の本。よいしょね。ソーラーエネルギー。あら？似てるけど違う。ほら、ソーラーエネルギーあるんだけど。ああ！
そっか、出会ってから拾ったとかかい？じゃあ。どういうこと？一回寝ましょう。もう拾ってありましたね、やっぱり。お話が進んでなかったから、その前に持ってても反応しなかったんだ。よし。レールいた。ソーラーパネルの使用書を見つけてよ。自給自足ハンドブックの一部だったんだ。どれどれ。うんうん。サイズが載ってる。なんか作れそうだな。しかしソーラーパネルが一枚だけでは大したエネルギーは得られないかもしれないんじゃないか。たくさんのパネルが必要になるぞ。いや、めちゃくちゃ作ってあるけどね。でもパネルさえ用意すれば、エネルギーはタダだよね。まあなあ。神が我々に石油をお与えになったのなら、それは使うためだ。その方がずっと安上がりだろうな。でも、そんなの短期的な解決策だよ。それに、リグにたくさんの石油が残っているかどうかもわからないし。わかった、わかった。手を汚すとしよう。おお、ほら、ソーラーパネルが完成したよ。大きな成果だと思わない？うむ、なかなかよくできてるし、静かだな。そんなメリットがあるとは思ってなかったよ。石油を使用した発電機にすっかり慣れていたからな。あの音を消せるのはいいな。ほらね。あなたにも穏やかな一面があったんだね。からかうなよ、俺はバカじゃないんだ。誰もそんなこと言ってないよ。いいか、俺は、いい装置は正当に評価するんだ。そしてこの装置は実にいい装置だよ。だが前に言ったように、これだけではあまり意味がない。たくさんのソーラーパネルが必要だ。本当に必要なのは、ソーラーファームが必要なんだよ。それは面白そうなプロジェクトだね。いや、面白くなんかないさ。石油や石炭を使えば簡単にできることなのに、大変な作業だよ。またその話に戻るんだ。あなたって本当に頑固ね。事実を言ってるまでだ。頑固やじだ。ねえ、このソーラーパネルを作るのは楽しかったでしょ？あ、そうだな。工学的な挑戦だったよ。だったら、どうすれば近道ができるかを考えるんじゃなくて、何か新しいチャレンジをしているんだって考えて。わかった、わかった。君の勝ちだ。君だって、頑固じゃないか。じゃあ、ソーラーファーム作りに取り掛かるとしよう。わあ、ソーラー、また来ましたね。ファーム。あと2台作ればいいんだね。あと2台。誰だったっけ？ね、デフォーさんだったっけ？時かなんかで作ったからね。ソーラーパネルはね、こっち、これなんですよ。でね、皆さん、重機用作業台で作れます。で、なぜかこんなに削れてる。これを作ってたんだ。ソーラーパネル。必要なのは CPU ボード、アンテナ電線100本。CPU ボード。これでデールの目標、出ますね。いいんだよね、アンテナ。ソーラーパネル出来上がり。さあ、あそこにね、もう一台並べようか。もう、昼間じゃないと本当、効果がないんだよね、これ。あともう一個、あれ？二つだったっけ？
コントローラーパネル。コントローラー。これで本当にソーラーファームのミッションが完成しますね。あ、置けばね、最大電力は上がるんだよね。この電力を蓄積できればいいのにね。何のため。バッテリーなんだ。じゃあ完了。話しかけよう。捉えてる。エル、ソーラーファームの準備が整ったね。本当にすごいよ。なかなかよくできたと思わないか？すごい、電力が400、最大400になった。なかなかよく、いやいや、素晴らしいよ。これで本当の意味で自給自足ができるようになったね。政府やら何やらに頼らなくていいっていうのは確かにいいことだな。これがあれば、すべてが壊れ始めてもうまく生き延びられるかもしれないな。壊れ始めるってどういうこと？いや、どんなものでもいずれはってことさ。何年も先のことかもしれないし、明日かもしれないし、誰にもわかりゃしないけど。つまり、プレッパー文化にハマってるってことね。もちろんだ。でもおかげで存分苦労したよ。随分苦労したよ。どうして？地下壕に大金をつぎ込んだんだ。妻はそれが気に入らなくて離婚したよ。おまけに離婚時にそれを売らなくてはならなくなったんだ。そんなこんなで今に至るというわけさ。奥さんのことは大変だったね。お子さんは？ああ、二人いたよ。今は元妻のところにいる。みんな俺をイカれたやつだと思ってるよ。以前は感謝祭やクリスマスの夕食には招待されたが、いつも喧嘩になってしまっていたから、もう誘われなくなった。どうだったの？もしかしたらどうやって彼らにアプローチしたらいいか考えるお手伝いができるかも。そんなことまでするの？もちろんあなたがそれを望むならの話だけど。こうかな。もしかしたらな。ねえ、デール、私たちが生産したいエネルギーを貯蔵して、貯蔵したいのよ。自分たちでエネルギーの解決策を考えさせればいいだろう。だってここは徐々に相互扶助のプロジェクトになってきたと思わない？エネルギーに関しても同じことができないかなと思って。相互扶助？どこでそんな考えを得たんだ？共産主義のマニフェストか？実は無政府主義から来たアイデアなんだ。どうだろう、政治の話はしない方がいいんじゃないか？でもここにいる人はみんな同じ境遇にいるわけだよね。私たちはみんな政府や企業がいかに私たちを助けてくれなかったかっていう見本なんだよ。ああ、それはみんなが自分を大事にしているからだ。俺たちもそうすべきなんだ。私はそうは思わない。私たちはお互いに助け合うべきよ。置き去りにされてしまう人は常にいるけど、
それは彼らのせいじゃないんだよ。そうだな。だからお互いに助け合うネットワークを構築できると思うんだ。言いたいことはわかる。でもどうかな。俺はそんな風に考えるように育てられていないからな。考えを変えるのは難しいことだよ。今まで自分が間違っていたなんて思いたくないんだ。正しいことか間違っているとかそういうことじゃなくて、今何が理にかなっているかが重要なんだよ。現実的であることや過去を忘れることがね。考えてみるよ。エネルギーを蓄えて共有することを開始するならバッテリーが必要だ。アルコットに相談してプランを立ててもらうよ。十分な、余剰エネルギーが必要になるからな。ありがとう、デール。あ、契約だね。契約になりましたね。なるほど。それでは、今回は、ちょっと短いかもしれないですが、ここまで。で、今回ね、テールさん、この契約、テールさんが中心となった契約を進めていってみましょうというところで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、コメントいただけるととても嬉しいです。皆さんも良き、おもん、ライフを。Bye-bye.